皆さんこんにちは、ピアノの斉藤正弘です。で今回のテーマは最初パピオンって聞いてね、なんか蝶々を弾くのかと思ったら、え、パッション、パッション、いわゆるパッションだよね。ということは何弾いてもいいってことですよね。まあ元々音楽家っていうかアーティストに一番大切なのが情熱で、まあ、僕も結構な年になってきていますけれども。まあ何がその 大事かっていうか、まあ、エネルギーの元かっていうと、やっぱり情熱だと思うんですが、やっぱり情熱を失わないっていうのが音楽家として一番、大事だと思っています。まあ、今回の曲目はもう一人 の若手の菊池君に何やんのって言って、彼が適当に並べたんでね、僕としてはあんまり思い入れはないんだけど、見たらすごい難しい曲ばっかりで、ピアノデュオとしては、ね、とても聴き応えがある曲を、まあ、彼が並べてくれたんで、まあ、彼もとても腕っこきのもう若手ナンバーワンと言われてる、人なので、共演するのが今からとても楽しみです。菊池くんはもう本当にね、もう、まあ、大活躍して、あれですけど、ご飯しか一緒に食べたことないんだよね。だからお互いどんなピアノ弾くか全然知らないんです。だから皆さんがお楽しみないように、私たちも、とても楽しみです。まあ、基本的には、これは、まあ、コンサートというよりも、まあ、イベントっていうかもうお祭りですから、まあ、最初にラベル のお祭りという曲を弾きますけれども、私たちも、楽しんでまいりますので、皆さんもぜひもうリラックスして楽しくデートのついでとかに寄っていただければ嬉しいかなと思っております。よろしくお願いします。